お疲れ様です。プロレベルのスキルっていうねキーワードがありましたんで、まあ、そこについてお話したいと思うんですけども、まだ1回しか参加してないんでね、ちょっと分かりかねるところはあるんですけども、まあ、H2 クラブ、ね、しっかり稼いでらっしゃる方もいらっしゃったと思いますけども、何人かとコミュニケーションを取ってみると、まあほとんど稼げてないっていう人が多いのかなというふうな感触もあったんですよね。まあ順番に稼げていけると思いますけども、多分ねその100万稼ぐとか1000万稼ぐとか1億稼ぐっていう言葉は確かに踊るんですけども、実際に先月とか先々月とか3ヶ月前4ヶ月前過去半年過去1年っていうふうに稼げた金額を冷静に洗ってみると、多分、まあ、10万も稼いでないなとかね、先月はちょっと全然ダメだったなとかね、こんなことになってるんじゃないかなと思うんですよ。というのがタマホームの住宅展示場でね2万円分の、まあ、プリペイドカードとかねペイペイカードがもらえるってのあったじゃないですか、だからあれにねやっぱり参加していただくのは全然構わないんですけども、思ったよりもあの2万円のね住宅展示場行ってるなっていう感触があるんですよね。まあ、となると月に2万円稼げてないから行くんだろうなとかね、まあ、いろいろ稼げてる上にあれも行くっていう人もいると思いますけども、いやもしねあの住宅展示場で、2万円分のカードがもらえるっていうのが分かったら他の展示場も探すみたいなモチベーションになっていくんじゃないかなと思うんですけども、そうにもなってないし、で行った結果まとめサイト作って人に紹介するみたいなことも当然起きて行っていいんじゃないかなと思いますし、まあ、そういうことをできるのが H2 クラブに通ってる意味だと思うんですよ。ただ儲かる話があるからちょっと興味持って行ってみて単発で、はい、1万稼ぎました2万稼ぎました、まあ、それもいいんですよ。それもいいんですけども、そうなると情報を待つ側になっちゃうんですよね。いつまでたってもそうじゃなくって、手に入れた情報をどういうふうに水平展開していってそれを線にして面にしていくかっていうふうなのは自分でやっていくことだし、それを学ぶのがそのH2クラブで登壇された方のスピーチをちゃんと聞いてるかどうかってことなんですよね。与えられてるのはたった一つのものだけども、それをもしかしてこうなんじゃないかなっていうふうに横に広げていくこと、もしくはどうやったら広げられるのかなっていうふうにその情報共有していったりとか、こう教えを請うことっていうのがそのチームでいることの意味なんでね。で教えれる人は必ずいますから、っていうかもうね日々毎月毎月教えてると思いますし、いろんな方がね、私も行って気づくこともあったんで、別に登壇された方と密にコミュニケーションを取ってませんけども、でもあこういうことをやれってことなんだろうなっていうふうに持ち帰ったものを横展開して縦展開してっていうふうな形でたった一つの接点っていうものを線にして面にして立体にしていくって作業をやるんですよね。それをするために一人でいる時間っていうのが必要なんで、一人で作業するってことになるんですけども、あれだとね本当に繰り返しになりますけども、誰かが情報を投げてくれないと稼げないってことになっちゃうんですよ。まあ、そうなると情報ジプシーになって、結局いろいろやってみたけども疲れちゃったとか、あっちに行ってこっちに行って迷い迷って何だったんだろうみたいなことになっちゃうんでね、まあそうではないんだなってことなんですよ。まあ例えばそのポイントサイトってものがあると思いますけども、ポイントサイトで稼げるってことはみんな知ってるんですよ。じゃあポイントサイトは日本にどのぐらいあるのかなと、還元率が一番いいのはどれなのかなと、こっちのポイントとこっちのポイントを交換するようなつなぎサイトとかはないのか、迂回サイトとかないのかなとかね、例えば D ポイントを PayPay ポイントに変えてくれるようなサービスってのはないのかなっていうふうに考えていくことによって、自分だけのこのコンテンツなりグループができるわけなんですよね。でそういったものをお知らせするための LINE グループですよとか、そういったものをお知らせするためのセミナーやりますよっていうふうにやっていくと、もう自分が主体でやっていけるわけなんですよ。ここからが稼げる人になっていくんですよね。それまではその稼がしてもらってる人っていうかね、誰かの後についていかないと稼げない人であったりとか、まあおこぼれをもらう人なんですよ。まあこれは必ずしも別に悪くないんですけども、最初はそこからスタートなんで、ね、でちょっとまとめてお話しすると、どんなコミュニティを運営するかってことの中に月に1万円稼げるコミュニティっていうくくりでもいいと思うし、月に3万円稼ぐことを目指すコミュニティでもいいと思うんですよ。まあそうなってくると、最低でもコミュニティの運営者はトータルで全部やったら1万円稼げるような案件を紹介するっていうふうなミッションができるわけですよね。こうやって方針とか行動が明確になっていって、自分のコントロールできる、コミュニティっていうのが決まってくるわけなんですよ。月に100万円
稼げるコミュニティっていうのは100万円稼げるネタを拾ってきて提供しないといけない、サポートしないといけないから、それなりの力量がやっぱり必要になってきますからね。それは多分多くの方はできないと思いますんで、まずは1万円とか5000円儲けさせるコミュニティですか、こういうのからスタートすればいいと思いますし、その何でしたっけね、 TikTok か、 TikTok 実際やってみて稼げませんよ、あれは。初月で3000円ぐらいはいくと思うんですけども、2ヶ月目3ヶ月目って500円とかね、300円とか、そんなレベルでしか稼げないですよ TikTok。 それを誰も言わないんですよね。というのは多分そこまで掘り込んでやってないっていうのと、結局 TikTok もね、取っかかりはログインするんですけども、もう放置してるんですよ。3ヶ月目4ヶ月目だったらもうやらなくなってくるんですよ。で、あとはUVOICE っていうポイントサイトがあるんですよ、アンケートサイトが。これは毎日やることが発生してくるんで、毎日できるんですよ。で、お金もかかんないし、別に動画投稿するわけじゃなくてアンケートに答えるだけなんで、日々ね、何十円何百円と積み重なっていって、1週間で、この前600円か600円ってことになったわけですよ。っていうことは TikTok より稼げるんですよ、こっちの方がね、うん、で、そういうふうにして、TikTok はどうも思わしくないけども、もっといけるやつはないんだろうかっていうふうに横展開していったりとか、それを H2 クラブみたいなところにね、他にないんですか、ポイントサイトに詳しい人誰かいませんかってやると、あ、詳しいですって出てくる人がいるみたいなね。でそういう人と組んでやると、自分のチームがより強固になるみたいな、そんな感じでね、横展開、縦展開、斜め展開っていうね、縦串、横串、斜め串って昔は言ったんですけどね、そういう発想が必要なんじゃないかなと思います。与えられてる情報っていうのは点なんですけども、そこを点で終わらせないようにしなければね、いつまで経ってもこっち行ったりあっち行ったりそっち行ったり小銭は拾えるんだけども、なんか疲れるだけで自分の資産全然溜まってないやって、気がついたらもう5年10年経ってるやみたいになっちゃいますんでね、うん、そうならないようにしていけばいいんじゃないかなといったことでございます。それではいってらっしゃい。